ベースボールファンの皆さん、こんにちは。今日はここアジアドームから日本対アメリカ合衆国ワールドベースボールクラシック、その試合の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。日本スターティングラインナップが出ています。ファーストを守ります、小笠原。レフト青木、日本のスターティングピッチャーはダルビッシュ。まずは1回の表、最初の攻撃はアメリカ合衆国。リードオフバッターはペドロウィア。決まった、ストライク。さあ初球空振りから、これは見送ってボール、ボール、緩いカーブ外れました。ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、外のボール球打った、セカンド取った、ワンアウト。ペドロイヤ内野ゴロに倒れました。バッタージーター、ストライク決まった、ワンストライクノーボール。さあ2球目、フォークを合わせた、ファウル。さあ3球目、直球打った、サード取った、ツーアウト。ジーター内野ゴロに倒れました。バッターはジョーンズ。さあ1球目、インサイド低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、ストライク決まった、ツーストライクノーボール。1球外してボール、ツーストライクワンボール。ボール、アウトサイド高め。さあ平行カウントからインサイドへボール。次が6球目、空振りストラックアウト、ジョーンズスイングアウトの三振。最後は空振り三振で終了しました。1回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。ダルビッシュ上々の立ち上がりを見せています。アメリカ合衆国、ご覧のようなスターティングラインナップとなっています。アメリカ合衆国のスターティングピッチャーはオズワルド。これから攻撃に入ります日本。さあまずは1番イチロー、スライダーに送ってストライク。さあ2球目、外のボール球打った、ヒット。イチローヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。バッター中島、内角低めいっぱいストライク。初球まずは入れてきました、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、真ん中打った、ショート取った、一塁転送、一塁もアウト、ゲッツー、ツーアウト。バッターは青木、空振り、ワンストライクノーボール。さあ1球目空振りから、外への直球はボール、チェンジアップはボール。第4球は決まった、ストライク、ツーストライクツーボール。さあ平行カウントになって、空振りストラックアウト、青木スイングアウトの三振。1回の裏が終わって日本5得点で終了です。アメリカ合衆国、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番ライト、初球見送ってストライク。さあ初球ストライクから、インサイドコーナー空振り、追い込んでいます。外のボール球打った、ショート掴んだ、ワンアウト。ライトショートゴロに倒れました。バッターはユーキです。スラーブ見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、初球外れました、ワンストライクワンボール。そして3球目、大きく外れてボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、アウトサイド低め見送ってストライク。さあ平行カウントになって、空振り三振。初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、インサイドついてボール、ワンストライクワンボール。さあ3球目、打った、流し打ち、
サード掴んだ。スリーアウトです。アメリカ合衆国、またしても三者凡退に終わっています。2回の表が終わってまだ得点に動きがありません。日本、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番城島。直球見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、低めの球空振り、早くも追い込んでいます。1球外してボール。インサイド引っ張った、高く跳ね上がった。さあ5球目、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。バッターは村田。見送ってボール、ノーストライクワンボール。さあワンボールから豪快に引っ張った、レフト線フェアだ。ツーアウトです。村田内野ゴロに終わっています。バッターは小笠原。インサイド低め見送ってストライク。まずは初球決めてきました。第2球はカーブ打った、バキャン、これは定位置取りました。スリーアウトになりました。最後はキャッチャーフライに打ち取られました。2回の裏が終わって両チーム無得点です。これから攻撃に入ります。アメリカ合衆国、この回のトップバッターはブラウン。打った、引っ張った、青木足が止まって構えた、ワンアウトです。ブラウンレフトライナーに終わりました。バッターはマキャン。アウトサイドいっぱいストライク。さあ1球目ストライクから直球ボール。第3球は空振り、ピッチャー追い込んだ。スラーブ外れてボール、ツーストライクツーボール。さあ平行カウントから打った、引っ張った、ライトからセカンドへ送球。マキャン二塁でストップ。マキャンライト線にダブルを放ちました。さあこれでワンアウトランナー二塁。バッターは9番グランダーソン。インサイド見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、低めの球空振り、追い込んでいます。空振り三振。バッタートップに帰ってペドロイヤ、最初の打席はセカンドゴロ。ボール低めわずかに外れた。第2球はストレート打った、二遊間破った、センター前ヒット、セーフ。アメリカ合衆国先制。打ったバッターは二塁でストップ。そして迎えるバッターは注目のジーター。アメリカ合衆国追加点のチャンスを迎えています。さあ初球ストライクから、これは内野ゴロ、ヒットになります。レフト前、セーフ。アメリカ合衆国さらに1点追加。アメリカ合衆国今日3本目のヒット。まずは一塁牽制、ランナースタートを切った、空振り、フルスイング、間一発セーフ、盗塁成功。第2球はアウトサイド打った、一郎掴みました、スリーアウトです。3回の表が終わって2対0アメリカ合衆国、まずは先制しています。2点を追いかけます日本。先頭バッターは7番岩村。初球ボール、ノーストライクワンボール。さあ2球目、アップアンドインギリギリいっぱいストライク、ワンストライクワンボール。流し打ち、レフト前のヒットになった。岩村レフト前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁。ストライク決まった。まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクから、内角低め打った、ファールボール。ボール球打った、ファール。空振り三振。続くバッターは福留。真ん中打った、ファール。
さあ初球ファウルから決まった、ストライク、ランナー走った、三振、福留全くタイミングが合いません、二塁タッグアウト、日本2者連続三振に打ち取られました。序盤3回を終了して2対0、アメリカ合衆国2点リードは変わりません。試合はこれから4イニング目に入ります。この回先頭バッターはライト、最初の打席は内野ゴロ。さあ1球目ボールから、変化球外側へ、ボール、外角低めいっぱい、ストライク、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、打った、引っ張った、レフト落下点、青木掴みました、ワンアウトです。バッターは勇気です。インサイドコーナー決まってストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、ボール、スローカーブ外れました。さあ3球目ストライク決まった、次が4球目、ツーシーム打った、城島ゆっくり構えて、キャッチャー掴みました、ツーアウトです。ダルビッシュファールフライに打ち取りました。スローカーブ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、引っ張った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。最後は内野へのグラウンダーでした。4回の表が終わって2対0、アメリカ合衆国2点リードです。日本この回は打順よく1番からの攻撃です。前の打席でヒットを放っている一郎、今日2打席目、見送ってボール。さあボール1から、引っ張った、これは右に切れました、ファール、決まった、ストライク、2ストライク1ボール、空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。バッターは中島、ストライク。さあ初球ストライクから、打ちました、さあ3球目、長修司、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる、中島ライト前ヒットを放ちました。日本今日3本目のヒット、スプリットフィンガー外れてボール。さあワンボールから、ボール、直球外れました。さあ3球目、ボール外れた、そして4球目、外角低め見送ってストライク、ここは1球見送ります、ワンストライクスリーボール、空振り、ツーストライクスリーボール、一塁へ牽制球を送りました。さあフルカウントから、外のボール球、ったショートライナー抜けた、青木ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。バッターは4番城島、空振り、さあ1球目空振りから、直球ボール、インサイド、第3球は外した、ライト今タッチしてアウト。さあバッティングカウントから、ボール、アウトサイドコーナーわずかに外れた、ワンストライクスリーボール、ストライク、アウトサイドギリギリいっぱい、ツーストライクスリーボール。さあフルカウントから、空振り三振、城島2打席連続三振。4回の裏が終わって2対0、アメリカ合衆国2点リードは変わりません。これから攻撃に入るアメリカ合衆国、この回のトップバッターはブラウン、ストライク、アウトサイド厳しいところ、まずは初球決めてきました。さあ初球ストライクから、ブラウン、レフト前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー一塁、ランナースタート、直球見送ってストライク、二塁タッグアウト、ワンアウトです。さあ初球ストライクから、ボール、完全に外れた、第3球はアウトサイド空振り、ピッチャー追い込んだ、次が4球目、高めわずかに外れてボール、バキャンよく見ています。ツーツーピッチから、直球見逃し三振、手が出ません。バッターグランダース、フォークボール見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、カットボール打った、
岩村落下点に入った、掴みました、スリーアウトになりました。5回の表が終わって2対0アメリカ合衆国2点リードです。2点を追いかけます日本。先頭バッターは5番浦和、今日2打席目、インサイドギリギリストライク。さあ1球目ストライクから、アウトサイドコーナー空振り、バッター追い込まれた、2ストライクノーボール、ボール1球外した、低めボール球打った、セカンド取った、ワンアウト。村田セカンドゴロに倒れました。バッター小笠原打ちました、バットの先、セカンド落下点取りました。日本早くも2アウト。前の打席にヒットを放っている岩村、今日2打席目、チェンジアップ打った、ショート右抜けた、センター前ヒット、岩村2打席連続ヒット。さあこれで2アウトランナー1塁、バッター稲葉、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。高めボール球打った、センター落下点、グランダーソン取りました、スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。前半終わって2対0アメリカ合衆国、2点リードは変わりません。ゲームはこれから6イニング目に入ります。今日ヒットを放っているペドロイア、まずは1球目外角低めいっぱいストライク。さあ初球ストライクから、外角高め空振り、早くも追い込んでいます。さあ3球目打った、バットのやや根元、ショート取った、ワンアウトです。ペドロイアショートゴロに倒れました。前の打席でタイムリーを放っているジーサー、これが3打席目になります。直球見送ってストライク。さあ1球目ストライクから、外角高め空振り、早くも追い込んでいます。空振りストラックアウト、全く当たりません。バッタージョーンズ、これが3打席目になります。ボール、緩いカーブ外れました。さあワンボールから、空振り、スローカーブは打てません。高い球打った、飛びついた、一塁送球、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。6回の表が終わって2対0アメリカ合衆国2点リードです。日本この回の攻撃はラストバッターが始まります。先頭バッターは9番福留、これが2打席目になります。第2球はボール、直球外れました、スプリットフィンガー外れてボール。さあバッティングカウントから、直球見送ってストライク、ツーツーピッチから、空振り三振。バッターイチロー、チェンジアップ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、直球打った、まだ伸びる、伸びる、入った、入りました、ホームラン、ソロホームラン、ストレートを見事に捉えました。前の打席でヒットを放っている中島、これが3打席目になります。ストレート打った、セカンド掴んだ、ツーアウトです。中島セカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っている青木、初球打ち引っ張った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトになりました。終盤6回を終了して2対1日本、この回1点を返しています。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。この回のトップバッターはライト、これが3打席目になります。見送ってボール、さあ1球目ボールから、カットボール見送ってボール、ノーストライク2ボール、スローカーブ見送ってストライク、ワンストライク2ボール。さあバッティングカウントになって、ストレート打ちました、城島定位置です、掴みました、ワンアウトです。ライトファールフライに終わっています。バッターユーキリス、これが3打席目になります。初球はストライク、さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール、
さあ3球目アウトサイドコーナーボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから低めわずかに外れてボール、直球見送ってストライク。さあフルカウントになって空振り三振。外角高め空振り、スローカーブは打てません。さあ初球空振りから直球外れました、ワンストライクワンボール。高めの球空振り、バッター追い込まれた、ボール、スローカーブ外れました。さあ平行カウントになって引っ張った、どうだ、これは行ったか、行ったか、入った、入りました、ホームラン、ソロホームラン、ツーシームを見事に捉えました。3対1アメリカ合衆国リードを2点に広げました。前の打席でヒットを放っているブラウン、これが3打席目になります。空振り、さあ1球目空振りからインサイド引っ張った、ファール。そして3球目ボール1つ外した、ボール直球外れました。ツーツーピッチから空振りストラックアウト、ブラウンスイングアウトの三振。7回の表が終わって3対1アメリカ合衆国、この回1点を加えています。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番城島、ここまで2打席連続ストラックアウト。さあ1球目ストライクから外際どいボール、打った引っ張った、サード掴んだ、ワンアウトです。城島内野ゴロに倒れました。バッター村田、まずは1球目ストライク決まった、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクからストレート打ちました、ピッチャー落下点取りました、ツーアウトです。村田ピッチャーフライに倒れました。次のバッターは小笠原、低め際どい球ボール。さあ1球目ボールからアウトサイド高め直球ボール、オズワルド、今の投球でちょうど70球目になります。第3球はチェンジアップ見送ってストライク、そして4球目インサイドコーナー空振り、思い切って振っていきました。さあ平行カウントから流し打ち、どうだ、手応えは十分か、ホームラン、ホームラン、ホームラン、ソロホームラン、ストレートを見事に捉えました。今日マルチヒットの岩村、これが3打席目になります。初球打ち流した、ライト取りました、スリーアウトです。7回の裏が終わって3対2日本、あと1点を追いかけます。これから攻撃に入るアメリカ合衆国、今日ダブルを放っているバキャン、これが3打席目になります。初球見送ってストライク、さあ初球ストライクからストライク、ツーストライクノーボール、直球打った、セカンド取った、ワンアウト。バキャンセカンドゴロに倒れました。バッターはグランダーソン、ストライク、村本厳しい球、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから、これは見送ってボール、ワンストライクワンボール。低めの球空振り、ピッチャー追い込んだ、スラブ打った、セカンド取った、ツーアウトです。グランダーソンセカンドゴロに倒れました。今日1打点のペドロイア、ストライク、アウトサイドギリギリいっぱい、まずは初球決めてきました。さあ1球目ストライクから打った、これは詰まっています。
岩村落下点に入って掴みました。3アウトになりました。最後はセカンドフライに打ち取られました。8回の表が終わって3対2、アメリカ合衆国1点リードです。1点を追いかけます日本。先頭バッターは指名打者稲葉。今日3打席目、ここでタイムです。日本ピッチヒッターを投入してくるようです。代打は川崎。初球打った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト。川崎内野ゴロに終わっています。今日三振が2つの福留、ここでタイムを取りました。日本代打を起用してくるようです。ピンチヒッターは片岡。日本続けざまに代打を投入してきます。パスに送ってストライク。さあ1球目ストライクからボール、アウトサイドコーナー、アウトサイドコーナー空振り。ピッチャー追い込んだ。ツーストライクワンボール。真ん中打ちました。ピッチャー取った。ツーアウト。片岡内野ゴロに終わっています。今日はマルチヒット。一郎初球はストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから打った、引っ張った、ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる。二塁へ送る、打ったバッターは二塁でストップ。ここでバッターは広角だ。中島今日はここまで3打数1安打、一打同点のチャンス。インサイドコーナー空振り。さあ1球目空振りから直球外れました。さあ3球目空振り、ピッチャー追い込んだ。2ストライク1ボール、空振りストラックアウト。中島スイングアウトの三振に倒れました。オズワルトここは抑えました。8回の裏が終わって3対2アメリカ合衆国1点リード。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターはジーター。今日はここまで3打数1安打。日本守備を変えてくるようです。片岡代わりまして一郎センターに入ります。一郎代わりまして亀井ライトに入ります。さあ初球ストライクからツーシーム外れてボール、真ん中打った、高いバウンド、セカンド取った、ワンアウト。ジーターセカンドゴロに倒れました。バッタージョーンズ外角高め空振り。第2球は内角高め、判定はボール。アップアンドイン直球ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになってスローカーブボール、ワンストライクスリーボール。外角低めいっぱいストライク。さあフルカウントになってツーシーム打った、これはスタンドに入ります。丸坊ジョーンズ粘ります。空振りストラックアウト。バッターはライト。今日はここまで3打数ノーヒット。ここでタイムです。日本ピッチャーが変わるようです。バハラ今日2番手としてマウンドに上がります。カットボール見送ってストライク。さあ初球ストライクからアップアンドイン空振り。もう追い込んでいます。ボール1球外した。外角打った、レフト前クリーンヒット。ライトレフト前ヒットを放ちました。さあこれで2アウトランナー1塁。内角高め見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからカットファースト外れてボール。低めいっぱいストライク、2ストライク1ボール。落差のあるフォークボール、ストラックアウト。ユーキリス2打席連続三振。9回の表が終わって3対2アメリカ合衆国1点リードです。
1点を追いかけます。日本今日ヒットを放っている青木、ここからの反撃に期待したいところ。今日4打席目、直球見送ってストライク。さあ初球ストライクから、直球見送ってボール、スプリットフィンガー外れてボール。次が4球目、ボール外れました。そして5球目、直球打った、バキアン落下点に入った、掴みました、ワンアウトです。青木キャッチャーフライに倒れました。バッター城島、今日はここまで3打数ノーヒット、ここでタイムを取りました。日本ピンチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターは内川、誠一内川、アップアンドイン空振り。第2球はチェンジアップ、ボール、ワンストライクワンボール。さあ3球目、打った、引っ張った、レフト前に転がっていきました。内川レフト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁、まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから、これは見送ってボール。第3球は高い球、打った、セカンド掴んだ、二塁へ、一塁転送、アウト、ゲッツー、アウト、試合終了です。オズワルド、完投勝利を収めました。さあ今日の